大宮にあります鉄道博物館です。まもなく午後3時、この転車台で C57、 まもなく汽笛を上げてこの転車台が回ります。中央にある転車台、その左右には181系、485系など、そしてこちらにはもう少し古い電気機関車などがあります。まもなく汽笛が鳴ります。57、動輪が3つありますので C です。動輪が4つあれば D、 デゴ1などは B なわけです。457と呼ばれる C57、 フェンダー式、後ろに石炭を乗せる部分が分離されてあります。最高速度100キロは出る蒸気機関車で201両作られました。貴婦人と呼ばれ、定期運用を終えた後も各地で観光列車を引いております。およそ1分で180度方向を変えることができるのがこの転車台です。いわゆるターンテーブルです。町内では女性の係員が歴史を説明しています。180度かと思いきや、ぐるっと一周360度回るようです。子供連れのお客様がほとんどです。63歳おさんに一人でやってまいりました。あまりそういうお客さんの姿は見えません。
現役でセールが走っていた時、昭和40年代毎月のように時刻表を買っていました。 SL が引く列車には SL のマークがついていました。今の子供たちは新幹線のさまざまなカラーリング、そして形状、これを喜んでいますが、私はこちらの世代、この辺りに萌えとなっておりました。貴婦人 C57 です。埼玉県大宮にあります鉄道博物館から C57 貴婦人の汽笛をお聞きいただきました。